お？あ、やっぱりいるんだ。お！頑張れ、マンモーデウス。はい、どうもさん、こんにちは、のぼろです。ね、今日もいろいろか人生縛りやっていくんですけども、まあ前回ね、水流ギルギッシュだったっけ？あいつになかなか苦戦しまして、まあ、ヒプノスハントっていう技がどうやら眠り状態の相手とかにすごい火力を出せるみたいな技だったみたいなんで、まあそういうのが原因でもあったとは思うんですけども、まあね、うちのパーティーが若干ボコボコにされかけまして、まあちょっと育成不足なんじゃないかということで、いろいろ配合を重ねてまいりました。ヒロトとマモル自体は変わってませんけど、まず、バウギアさん、愛がね、プラス99になりまして、攻撃アップ2だったところにガードをつけてきました。で、翼は、特には変わってないかな。まあ、プラスが若干上がってるっていう感じですね。で、ジュリアンテに関してはプラス99になっておりますといった感じでございます。まあね、悪魔の章を何枚か量産して、こんな感じでプラス値を振っていったっていう形ですね。もう一冊悪魔の章あるんだけど、この悪魔の章男の子なんだよね。男の子だとちょっと配合に困っちゃうなっていう感じなんだけど、まあ、あって損はないでしょっていった感じでございます。で、まあ今回もね、相変わらず配合やっていくんですけども、今回の配合はちょっとまあ新要素である、新生配合をね、やってみようかなと思っております。まあ今回の新生配合はね、いきなり結構賭けなんですけども、まあちょっと小学生みたいな配合でね、やっていこうと思います。まだね、愛を母親に迎えて、父親にだいぶ前にもらったメタルスライムをね、迎えて、メタルボディを持ったバウギアを作ってみようかなと思っております。これが果たしてどうなるのか。こいつそもそもアタックカンタとか持ってんのに、メタルボディをね、受け継いでどうなるのか、全くもってわかりませんけども、やってみようかなと。で、こうするとね、時々黒い霧といきなり黒い霧、両方覚えちゃうんだよね。そこが厄介。なので、まあ、今回、新生配合するんですけども、バウギア。特性を一つだけ入れ替えるっていう形になるんで、まあメタルボディと時々黒い霧を変えようかなっていう感じですね。まあいきなり黒い霧であれば、一番最初に編成しなければね、多分大丈夫だと思うんで、この特性でね、行こうかなと思っております。どうなるんだろう？マジで大丈夫なのかな？メタルボディなのくせにメタル潰しとか覚えちゃうけど、まあ、スキルに関してはこの4つでいいんじゃないかな。で、ガードを覚えさせた理由に関しては、このガードね、フバーハの次に身代わりが覚えれるんだよね。だからメタルボディとアタックカンタ持ったやつが、身代わりが、を使えたらめちゃくちゃ強いんじゃないかなとも思うんでね。ちょっとこの、小学生みたいな新生配合をやってみようかなと思います。果たして、こいつは強いんだろうか？マジ未知数。というわけでね、まあ、新生配合が終わった愛なんですけども、まあ、レベリングしてきて、今回はね、まあ、氷の世界に行くことになると思うんですけども、まあ、その前に、一旦ね、こいつの腕試しとして、まあ、放置していた格闘場をやってみて、まあ、どんな感じなのか、を見てみてから、氷の世界にね、行こうかなと思っております。さあ、そんなわけでね、レベリングをある程度済ませて戻ってまいりました。次の格闘場って何ランクだったっけ、俺。次が A ランクか。A クラスぐらい、まあ別に余裕に勝てるんじゃないかと思うけど、1000ゴールド取られるの高くなってない、だんだん。まあ、勝てると思うけどね。まあ、サノボルと頼もしい仲間たちです。相手誰だろう？ばあちゃん。あ、もう絶対。大余裕だわ。もう今の俺たちはヘルコンドルに負けるようなね。そんなやわなメンツじゃないんだよ。猛毒。ちょっとだるいな。それは、あ、全員ミスってるわ。普通に殴って、なんならワンパン。ワンパンだわ。兜割りするまでもないんじゃないそれ。あ、でも耐えてる。まあでも2発は絶対耐えないね。で、もう1回コード出してくれないけど、相手は何してくるか。すぐ殴ってきた。31。おっと？そこ殴ったら？食らっちゃうよ。まあ、さすがに、余裕勝ちだね。初回は。まあでも、2回戦、3回戦、王者の執念。おいおいおい。何する気？それ最後の最後。それでメガンテとかしてきたらめっちゃだるいけどね。普通殴ってきた。ミスってるわ。さあ、続いて、2回戦は、人魚さん。マジ？
うわー、ダイオウイカじゃん。欲しいんだけど。普通にスカウトしたいわ。いやでもまあここでスカウトはできないからね、ボコボコにしに行くんだけど、先そっち狙うんだ。カブト割りがなんか守備力弾が全然入らないね。2回行動で終わるか。それでもやれない？オッケー。ダイオウイカ行動すらできず。あ、でもこいつちょっと守備力高いな。アタックカウンターで弾き返しは四つでしょ、攻撃なんてしてきたら。あーあーあああ、え、2回目は反射してくんないんだ。でもミスってるね、普通に。効かんな。全部反射してるし。今のミスもあれかな、メタルボディが生きているのかもしれん。さあ、このまま、3回戦。ラストは誰？まあ、でも、出たこいつ。実は F ランク。懐かしいな、こいつ。名前なんつったっけ。忘れた。ミストウィングとナイトウィップスとマネマネ。まあ余裕でしょ。あ、身代わりしてる。いや、全然ナイスっちゃナイスだけどね、それ。マネマネ。お前も身代わりすんの？あ、違う。やば、アタックカンタはまずいか？問題ないわ。殴ってなければ。イオラ、全部食らうけど、大したことない。まあさすがに。そして身代わりで、しっかり反射もしていく。ナイス。ちょっと、マネマネだけ怖いんだけど。あ、全然大丈夫だ。マネマネはこれ、何マネされたんだ？アタックカンタ真似されたんじゃないのか、今。ずっと身代わりしてるね。身代わり、でも身代わりってそうか。あれか。身代わり以上の行動ってしてくれないのかな、この感じ。あ、普通にマネマネってなんだ？よくわかんねえな。メラゾーマ。まあ、大してダメージ食らわないよね。で、テンション上げてる。まあ、テンション上げないとアタック感打貫通しないもんね。しかしまあ、余裕で勝てそうだな。ちゃんと身代わりしてるわ。偉い。で、しっかりぶん殴ってって、攻撃は？あー、そっか、テンション上がってるから地味に食らっちゃうのか。バイシオン、今更？もうちょっと早くやってくれよ。ここ348。ボッコボコ。 A クラストーナメントの優勝者は、まあさすがに余裕だったね。うちはもう S ランク SS ランクばっかりだから勝てるわ、そりゃ。これで A クラス優勝よ。さあ、これが優勝商品の不思議な鍵、淡い鬼神の鍵、レベル20。これどうなんだろう、強いのかな、よくわかんないけど。次は S クラス、勝ち抜きバトルの鍵をもらえるんだ、 S クラス優勝したら。これどうなんだろう、 S クラスはめっちゃ強いのかな。試しに S クラスもちょっと出てみるか。めいっ子のことが気になって、おちおち受付もしてられないわ。で、あなた、東通りの民家に住んでいるめいっ子の悩みを聞いてあげてほしい。何それ。どういうこと。この子かな、めいっ子。おじいちゃんがね、光を奪う者のせいでマルタが滅んじゃうかもしれないって。でも大丈夫だよね、マルタには奇跡のモンスターマスターがいるんだもん。俺のことか。どっちみちじゃあ S クラスは裏ストーリークリアしないといけないっていう感じなのかな。まあそうね、 S クラスはまだ今は挑戦できないっていうことみたいだし、まあそしたら予定通り氷の世界行こうか。そんなわけで氷の世界来たけど、とりあえず精霊さんに話聞いたらいいかな。そうっぽいな、この感じは。狭間の闇が目覚め、精霊たちは囁き始めました。ある一人の魔物使いの名を。え？昇る、あなたが来るのを待っていました。この世界を見守る者として、あなたを究極の鍵へと誘いましょう。東方の地、イーストリアを目指しなさい。そして、かの国の女王を訪ね、時は来たれりと伝えるのです。かつての英雄が残した古城の塔を長き眠りから解き放ってくれるでしょう。イーストリアの女王に話を聞けと。ん？これは？何？ん？え？何こいつ。
手でかっ。え？ん？何急に？は？これが狭間の闇？なの？え？どういうこと？ついに狭間の闇が動き出したようです。もはや一刻の猶予も許されません。闇より現れし魔の者もまた東方の地イーストリアに向かった様子。気をつけていきなさい、登れ。あなたに精霊の加護があらんことを。あいつと戦うのも嘘でしょ。あれが狭間の闇のゴンゲ。嘘でしょ。もう来たの。イーストリアは大丈夫なの？え、あーマンモですか、びっくりした。もう前ぐらいしか立ち向かえるやついないと思うんだけど。え、でもいなくね？あいつどこに来たの？あの謎の竜。わかんねえけど、とりあえず、イーストリア入る？何の音？あ、お前か。女王、ちょっとやべえことになった。大丈夫？お、よう来たの、登りや。我々に何か用向きかい？そんなこと言ってる場合じゃねえだろ。ほう、泉の精霊が時は来たれると言っておったとな。はて、時は来たれる。お、そうか、時は来たれり。今こそあの鍵を使う時が来たということか。そういうことなら協力は惜しまぬぞ。え、のぼりや、これを受け取ってたもれ。何？これがトムの鍵？なんかすごい変わった見た目してる。ダルジャンの鍵。その鍵があればここより西にある塔の中の扉を開けられよう。わらわのご先祖様、魔法使いダルジャンはあの塔の中にある宝を隠したと聞く。時が来たらその鍵を使うよう先祖代々王家に言い伝えられてきたのじゃが、精霊の導きがなければ見落としていたぞ。危ない危ない。 笑っとる場合か。それはさておき、塔の中には魔物もおる。くれぐれも気をつけて行くのでしょうぞ。まあさすがに大丈夫だと思うけど、ちょっと待って、あいつはどこ行ったの？お、やっぱりいるんだ。お、頑張れマンモデウス。やってくれ、そいつを頼む。いけ。あ、エディフィールド、やれ、マジでお前だけが。え、何？全然聞いてない。あ、やばい、効果抜群。あ、嘘でしょ。マンモデウス、お前がやられたら誰が戦うんだよ。え、ああ、嘘でしょ。え、何？あ、お前バカ。え、なんか吸い取られたんだけど。絶対なんかパワーアップしたじゃん。あ、え？どういうこと？帰ってったの？一つもセリフなかったけど今のシーン。どういうこと？あいつどこ行ったの？まあとにかく俺はこの塔に入ってお宝をもらうしかなさそうなのかな。てか別に開いてるじゃん。鍵いらんくね？普通に入れるんだけど。マジで鍵いらないじゃん。何の鍵だったんだよ、今のは。え、てか、お前らいんの？嘘でしょ？ちょっと待って、お前メダパにされるからすごい嫌なんだけど。あ、でも宝箱ある。ちょっと宝箱は拾っておきたいけど、こいつすげえ、しつこい。こいつどうなんだろう？強い。あ、ゴーレムとかもいるし、ヴァンパイアもいるんだ。ゴーレムここで捕まえれるんだね。それはまあ、便利っちゃ便利かもしれない。とりあえずはまあ、適当にぶん殴りに行くか。ミラクルソード、大したダメージではない。で、187入る。まった。こいつやばすぎる。雑魚戦でそりゃやっちゃいかん。お前は、ちょ、バカ！攻撃を分散させるな、お前。いつもそうなんだよ、バウギア。オーケー。ちょ、待って。
あいつ絶対に戦いを挑んではならんな。あんなこんな雑魚戦で誰か失ったらたまったもんじゃねえわマジで。でこの宝箱は何、一応踊っといてしっかり開けていこうか。お金かい。マジでお前とは戦いたくない。バカ、見つけんじゃねえ俺のこと。ちょ待って、隠れたらさ、なんとかな。あ、マジマジだ、ごめんごめんごめん、本当に。なんかでも一直線に走ってた。こいつでも結構追尾型なんだよな。なんで今一直線に走ってたのかよくわかんないけど。ちょマジでいい加減ステルス欲しい。こんな奴らと本当に戦いたくない。無理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 、本当に無理。ちょっとメタルギアソリッド始まった。隠れるみたいなコマンドあるよね。こ下か、十字キー下で隠れれるからやり過ごしてちゃんと向こうに行ったらゴー、オッケー。なんだこのゲーム、やばいな。正直他の敵に遭遇することすら危険だからな。この階層を突破すればあいつがねいなくなるっていう可能性はあるけど、やばいぞ。他の敵にもぶつかれない。死ぬ気で踊っていくか。オッケー、踊らせといて先進んで、こいつらもう見つかる前にしっかり踊らせて。オッケーオッケー。こいつら陽気だからな、なんかやたら踊り出すから。それなあ、ずいぞ本当に。まずまずまず、待て待て、落ち着いて落ち着いて、一旦落ち着いて離れてからこう隠れて、オッケーオッケー、やり過ごして。こいつらずっと踊ってくから、待て待て待て、やばい、本当にメタルギア始まってる。待って、なんか終わり始めた。こいつさ後ろから踊ればさ、うわこいつ踊らないやつだ。いい、隠れてないの。ちょっと待って、本当に無理、マジマジ。なんなのこの別ゲー、マジでやばい、誰とも戦えない本当に。でこれもあれだな、なんだったっけ、またトラマナソウを食おう。でもめ、なんかめっちゃいるマジで。もう探索とかどうでもいいから、とにかく先目指すかこれ、とか言いながら宝箱のところまで足が進んでしまっている。マジステルス欲しい、もうステルス迷彩くれって、本当に。ちょっと待ってよ、一旦落ち着いて隠れて、オッケーオッケー。でこのまま一旦宝箱だけ取って、何が出る、天井の相馬、ありがたい、すごくありがたい。一旦隠れよう、うん、オッケーオッケー。しゃがめばしゃがめばこいつら気づかないバカだから、一旦進んで進んで、オッケー、このままこのまま、おーし、はしごまで行けた、はしごまで行ければ俺のも。で目的地どこ、俺どっから来たっけ。あー斜めに来たからこっちだな多分な。で今度は何、あーなんか敵いる、すごくやだ。それ何、ここここ何、ここ、これこれどこ行くの。あーなんか、あー目的地っぽい、もう先進もう、あ、あーここで鍵使うのね。戸締まりどうなってんので、2回来たけどまだいるわこいつら。ちょっと待って、ここでここでしゃがんでるとは誰も思わねえだろ。オッケー、先進んで、右にはいないね。じゃあそのまま階段登ってこうか。次3階、おメタルドラゴンいる。あこの辺からちょっとメタルギアじゃなくなったんじゃない、さすがに。いなさそうだもんね、もう明らかに敵が違う。いる？いないよね。いないわ。よかった。あぶねえ。いや、マジで1階と2階地獄すぎるでしょ、ここ。いや、3階になって、モンスター変わってマジよかった。え、やだ、俺また下るの。やだけど、本当に。やめろよ。また出てくんの？あ、出てこねえわ。よかった。とりあえずトラマナソウだけもう一回使って、え、何あの地獄みたいなカゴメカゴメ、ふざけてるじゃんマジで。なんで隠れて、お見失ってる。あすごい、こういうことなのか、なるほど、すげえ。待って、ありゃ無理だぜ、冗談きついわマジで。ちょっと待てよ、あでもこいつらバカだ、めちゃめちゃバカじゃん。ちょっと待って、しっかりと開けさせてもらいまして、そっから、あ全然こっちに気づかない。待って、向こう側にも何かあるのか、一応向こうも行っとくか、若干探る余裕が出てきた。こっち何、あ宝箱が2つあるけど、びっくりした、お前か、お前なら全然いいけど、とりあえずこっちの宝箱を開けていこう。わあ、いらない。で、これは多分お金だろうな。一応踊っといて、マンドラゴル踊りておりますが、トラマナソウの効果がなくなっても構わん。で、このまま奥に行けばいいっていう。やばい！やめてよ。いないよ。ね。やばすぎる。頼む。お願い。逃げれろ。で、メダパニなら全然まだいい。オッケー。全然いい。呪いでも全然いい。お願いだ。やめてって、ああ
もう本当に無理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 。あー怖い。もうこんなとこ嫌。まだ終わりじゃないの？本当に冗談きついんだけど。こっちは何がある？あー絶対宝箱だ。こっちもしっかり開けさせてもらいまして。いやでもどうせなんかまた服とか言うんだろうお前。ほら見ろ給仕服もう作れるんじゃない？で、あーマンドラゴラはいるけど怖いな。こいつらに当たったらまたなんか変なやつ出てきかねないから一旦踊らせといて。何ここ？え？迷路みたいになってる。ピクシャー。いやでもお前もあんまり戦いたくない。踊らせといて一旦。しっかりね、敵に当たらないようにしていこう。あ、何これ？なんかすごいことになってる。踊っといて一旦。隠れながら踊って、踊らせて。何？ドラマのその効果なくなっただけか。このままジャンプで飛び越えていけ。このまま奥に進んで、もう本当に誰とも戦いたくない。なあ、ピクシャー。何？びっくりした。なんか変なのいるんだけど何こいつ？バスターウィップ、何ですかそれ？これか。いやでも攻撃力下がっちゃうのか。まあ全体攻撃になるからね、その点仕方ないけども、いやでもこれバスターウィップに変えよう。でちょっとまず攻撃力とかは下がっちゃうけど、翼を王の尺状に変えれば一番丸いんじゃないかな。うん、これで全体攻撃にもなるし、まあ、ボス戦がちょっとね、どうなるかっていう感じだけど、多分五条が強い。皆さん朗報です。ジュリアンテ、無知にして大正解でした。なぜなら、攻撃モーションが最高だからです。待って、また2階に戻されるのか、俺は。2階はもう嫌なんだけど、ここは何？あ、でもなんか宝箱がある感じか。トラマナソー使うか。もうでもゴールは近そうな感じはするけども、とりあえずアイテムだけしっかり回収して、一番奥の、なんかゴーレムも、だってそのゴーレムからあいつが出てくる可能性だってあるんだろ。一旦全員陽気に踊らせつつ、そっち奥、うわーなんかあるけど、さすがに欲しい。さすがに欲しいが、ちょっと待って、怖い。オッケー、しっかり開けて。神聖の宝珠、ほら、来た意味あったじゃん。なんか、すごい、なんだこいつ。めちゃめちゃシャトルランみたいなことしてたけど、とりあえずこの奥になんかあんだろう絶対。こっちに渡っちゃって、ほらなんか宝箱あるけど、なんか守ってるやつもいる。あー何、あすっごい邪魔、めっちゃ邪魔。なんとかなんねえかこいつ、叫んだりさ。逆に笛吹けば。こっち来た、オッケーオッケー。で釣っといて戻るのかあいつ。なんかすごいランニングマンしてるけど、一旦帰って、で、これ気づいてるのか？気づいてないんじゃない？気づいてない！オッケー！このまま、しっかりと、宝箱を開けて、不思議なタンバリン2個もある！でもこいつ気づいても、全然こっちが来ない。おっしゃー、これが頭脳だよ、てめえらにはないな。探索したくないとか言ってたのに、結局めちゃめちゃ探索してんだけど、多分ここが、本当のゴールだよね。魔人の槍が出たんですけど、ちょっと待って、魔人の槍？守りに装備させようが絶対強い。これは会心出やすいみたいな。悪魔系へのダメージが増えて会心の一撃が出やすくなる。強いね。守りが着々とタンクとしての道を歩み始めている。で、そろそろゴールなんじゃないの？この感じ。でも絶対こっち何かある。外だな、これ。こっから飛び降りれば地上に出られるようだ。いやー、全然登りたくない。そんなのはもうごめんだね。やっぱ奥に旅の扉あると思ったら、何これ、なんか研究してる。うわーデッソシスト、待って怖い本当に。我は鍵の番人なり、究極の鍵を求める者に試練を与え、何時の力我に示してみよう。嫌な予感すんな。今回は取り巻きいるか。いるな。デスフラッター、とりあえずガード覚えさせたから、スクルト、マジックバリア、スクルトかけとく。いやもうマジックバリア二重の方がいいぐらいな気がするな。デストシストだしな。ちょっとそっちで行ってみるか。デスフラッターが未知数なっていう部分があるんだよな。マジックバリアスクルト、その3つでかけてみるか。とりあえずこれで行ってみよう。ジバリーナ、なるほどね。ジバリカのさらに上位互換、ベギラゴン。どれぐらい食らうんだろう。
ミスってはいる。普通殴ってきたら OK ナイス。ステルスアタック、なるほどね。でマジックバリアかけて、でさらにマジックバリアもう一発かけて、なおかつスキュルトもかけてるんで OK、 いい感じじゃない。割とそんなにダメージを食らわずに済んだ。でここ身代わりやってみていいかな。ちょっと怖いか。いやでも試す価値は大いにあるよな。とりあえず身代わりやってみて、ベホマラーかけとく。一応どうしようかな。2人がちょっと削られちゃったっていう話だもんね。まあ別にベホマラーかけるほどではないか。まだバイシオンスクルトとかにしておこうかな。で特上薬草を一応使っとくか。特薬草を翼にでいいかな。これでやってみよう。そんなに削られてはないけど、全体攻撃の魔法が多いから身代わりがちょっと怖いっていう部分はあるんだよね。あ、回復してる。あ、でもジバリカは身代わりできないのか。身代わり後に向こうがやってくればいいのか。待って、そんなに食らう。しかもステルスアタックは身代わりできないのか。いやでもそれ、そうなると余計に身代わりしといてよかったな。なんかすげえ回復してるんだけど。ジバリーナ、なるほどね。いやでもベホマラしといた方がよかったっていう話なのかこれ。とりあえずバイシオンかけて、ちょっと身代わり打つしかないな次。ベホマラ打ってバイシオンもかけつつ、身代わり打って、でさらに特上薬草を光に使ってあげようか。なんかやたら魔法は回復してるから、あ、それは身代わりできないんだな完全に。でステルスアタックも身代わりできないから、真空波、それは何？ OK、 ミスってる。ベタドロン、あー、ベタドロンって、あー、なるほどね、そうなるんだ。レギュラゴンもう全部飛んでいくよな。お、メタルボディクソ強くないめっちゃ優秀な気がするんだけど。ステルスアタックだけ食らっちゃう。バー、まずい。あぶねえ。ベホマラーがでもなんとか間に合う。まずいな、攻撃ができていないっていう部分があるんだよな。でも身代わり打たないとまずくて、でベホマラーも打ちたいでしょ。でバイシオンも一発かけておきたいよな。ちょっと待てよ、バフ系はいつ切れる。マジックバリアがあと1ターンしかないのか。早いな。でもマジックバリアもう身代わりするんだったらいらないか。しかも、あ、でもジバリカが来る可能性があるっていうか、さっきジバリカ打ったっけ。そこが、そこって見れねえのか。なるほどね。どうしよう。そしたら、いやでももうそこは仕方ないな、甘んじて受けるしかない。でアモールの水だけもう一発やって、この次のターンからはしっかり攻撃していこうか。ステルスアタックが今来てないから、そこだけはチャンスなんだよね。身代わり一発いって、来てなかったね、ジバリか。あー、ステルスアタック来ちゃったか。二人とも来たか。あ、しかもジバリーナまで来た。ここまずいな。ベタドロンは全部食らってくれるんだけど、ステルスアタックなのだるいな。これやばいぞ。まあでも殴りに行かないとだな、さすがにな。で、バイシオンは2回かけたんで、とりあえずよくて、マジックバリアだけかけ、いや、さっきから相手めちゃめちゃ素早さ早いから、逆にここはベホマラを打っといて、後から回復にしといて、ちょっと光は防御するか。防御しないとやばそう。で、薬草を使って、HP マックスにするのかっていう話だな。どうしよう、これ。いや、多分光の方がダメージ食らうな。これ多分光を回復してあげないとやばい気がする。いや、でも防御してたらさすがにそんなことないのかな。微妙なラインだな、どっち。防御力的にね、すごい光の方が低いんだよね。
これがいい気がするけどな。 HP を満タンにしといてセルスアタックが2回来ちゃうんで。そうだよな、マジックバリアもないもんな。レギラゴン、まずいな。これはジバリーナまで来る。ちょ、全体攻撃だるすぎる。セルスアタック、いやでも防御しといてよかったっていう話だな。うん、OKOKOK、 耐えてる。でこっから殴っていこう。いやできればな、頭数減らしたいんだけど、真ん中殴りたくなかったけど、もうステルスアタックだったから行かざるを得なかったっていうところだよな。カブトは一発いって、でもこれステルスアタック連打されたらちょっとまずいか。変えなきゃダメか、魔法がいないとっていう話になってくるよな。正直な話、殴りたいしな、殴りに行くけど、やばそうではある。もしまたステルスアタックを毎ターンやってくるんであれば、光を一旦ヒロトに変えないとやばい。あ、普通殴ってきた。オッケー、ナイス。それが一番嬉しい。でもやれねえか。でベギラゴン来て、待て、まずいか、光が暗いすぎてる。ジバリーナまた来た。あー、ステルスアタックめっちゃ来るな。そいつやれない。オッケー、ナイス。一人でも減らした。でチュッとして、オッケー、2発食らってる。守備力効果見切れた。まずいね。しまった、守備力効果見てなかった。ステルスアタックが来てしまう。ステルスアタックは食らえない。絶対にスクルトかかってない状態のステルスアタックはまずいでしょう。一旦ちょっとここヒロトに変えて防御するしかないんじゃないかな。あ、てかステルスアタック中のやつも殴れるんというか、狙いにできるんだ。そういう機能もあったのか。なるほど。んであれば、ちょっと待って。MP ないのか、お前。まずすぎる。天長塗装待って。すごいな、その能力。HP 完全回復。とりあえずはでも賢者の聖水を打たないとまずくて。んで、攻撃アップがあと何ターン？なるほどね。守備と耐性が切れちゃうんで、マジックバリアだな、ここはな。自分のマジックバリアを継続させたいんで、マジックバリアをしつつ、ヒロトは死にたくないんで防御。ステルスアタックを素の状態で食らったらワンパンされかねないような気がする。あ、そうだよね、ジバリカも来るもんね。防御しといて、ステルスアタック受けてもらって、オッケー。ベタドロン。まあ、割合ダメージだからな、これは。テンション。今更そんなの使ってくるのか。で、ここでカラスだけでもやれたらベストなんだよな。こいつさえいなくなれば、全然やりやすくなる。もう一回動いてくれ。いやー、動いてくんないか。まずいな、これ。カラスがな。まだステルスアタックする可能性があるんだよな。ちょっとここで一旦光を戻そうか。ステルスアタックが来ないんであれば、まあ守備力はね、下がってても、さほど影響はないといったところだけど、カブト割りをしっかり打ち、いや、カブト割りを打つ必要はないな。普通殴ろう。で、二人の状態が、攻撃アップしかない状態なのか。魔法は上げたいんで、マジックバリアも一発いきながら、スクルトもかけながらって感じなのかな。で、特上薬草を一応翼に使ってあげるっていう形じゃない。これでいいかな。ベタドロン殴ってきた、普通に。うわ、だるい。ステルスアタックも、あ、しかもそうなるんだ。たるっステルスアタック、マジで。いやー、ちょっと後手後手だな、これ。いや、でもさすがに死ぬ体力ではないな、今回は。で、守備力も1段階ずつ上がってって、どうしようかっていうとこだね。ここでも相手が先に動くでしょ。で、その後に殴れて、多分カラスはやれるんだよ。だからスクルトはもう攻
これ以上はかけても仕方がないっていう状態になったと思う。だからマジックバリアだけ言っといて、あとは自由っちゃ自由なんだよね。どうするか。あー、攻撃があと1ターンで切れちゃうのか。愛がバイシオンかけるのか、はたまた回復なのかっていう話だよね。一旦もうバイシオンかけてアモールの水使うか。これなら耐えきれると思う。スルサタック来て、いったマジで。でベギラゴン来て、割とギリギリか。あ、オッケーオッケーオッケー、耐え切った。あぶね、割とギリギリだった。マジック割り行って、でバイシオンかけて、でこれでカラスやれるでしょ。待て、あ、オッケーオッケー、もう一回動いてくれた。オッケー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 、ナイス、素晴らしい。で一旦身代わりをしてもらいたい、してもらいつつ、ベホマラも行って殴れるのであれば殴りたいんだよ。一旦そうだよね、殴る余裕はなくはないけどさすがに死にかねん。相手の方が早いから、ジバリカの方だっけ、来るよね多分ね。そうだよね、危ないね。で身代わり、いやでも殴れたか、殴れたかもな。まあまあでも死ぬよりいいでしょ。でベホマラ行って、しっかりと体力を戻しつつ、相手はシャッフル、ちょっと待って、まずいか。シャッフルってあれ、これって身代わりとかってやばいんだったっけ。うわ待って、俺が仕様がわからない。シャッフルってどうなるんだっけ。これ身代わりしていいのか。シャッフルってなんだっけ。順番が入れ替わるだけか、行動順が入れ替わるだけだから別に何でもいいわ。このまま普通殴りに行ける。一応ベホマラーだけ打ちながら殴ろう。身代わりだけ打ってベホマラーして殴る、これでいい。うん、ベホマラーしてしっかりと回復して、インテ打ちたいな正直。守備力効果もう切れてもいい。でチュッとして、なあミスってる。シャッフルしてきた、全然構わん。てかシャッフルしてるおかげでこっちの方が行動早くなってね。ここなんなら別に全員殴ってもいい、身代わりする必要はないかもしれない。カブト割りって殴って殴ってでいい気がする。ベギラもそんなに食らわないよ、死ぬことはないし、少なくとも。で2回行動で終わりでしょ。カブト割りってオッケーオッケー、いいぞ、こっから攻めよう。あ、こういう効果切れたし、1回行動かいなんでそんなにミスんの、ちょっと良くないな。でもまだ殴れる、カブト割りってワイキルトをかけて殴ろう。しかしメタルボディのせいですごく、おいマジか、1回行動2連続ベタドロン、しかもめっちゃ先に動いたし、シャッフルだからか余計に。まあしゃあないな。で普通にぶん殴って、なんで1個はミスるの使用、これ使用かと思うぐらい、なんか1個だけは絶対にミスるんだけど。ベオマラ一発いって殴ってでいいか。ちょっと待てよ、何が切れる。ああ、何もかも切れてるのか。待て、まずいな、身代わりいってるから。でもジバリカの方で死ぬことは多分ないから一旦大丈夫か。でも身代わりがもうこれで最後になっちゃう、 MP が切れて。うん、これで死ぬことはなくて、この後の全体攻撃とかがもし仮に来てもバウギアに飛んでくから。あー、それがだるいね。ベギラゴンは全然大丈夫。いや、バウギアマジでとてつもないタンクになったんだけど。あ、両方入った、やっぱ入るよねじゃなきゃおかしいもんね。でここ回復して、ちょっとでもな、ゴテゴテすぎるな、あまりにもな。カブト割りって体勢どうなってる今、何にもないのか。
マジックバリアとか打ちたいけど回復もしなきゃまずいんだよな。マジックバリア、ここ何もやることないのか。じゃあインテかけとく。で特上薬草じゃない、アモールの水どっちだ。いや死にかねんなここな、絶対特上薬草だ。これしかないよな。うん、そう、いやでも MP 回復して身代わりを次に打てるようにした方がいいのかな。微妙なとこではあったけど、またジバリーナ来た。待ってまずいかこれ、翼、あベタドロンか。それは絶対死ぬことはないからいいんだけど、結構まずいな。いやでももうここのバウギアがやってくれねえかな。 OK2 回行動、さらに3回行動目、 OK ナイス。危ない、なんかめっちゃ泥仕合だった。いやいかなる逆境にも立ち向かうその不屈の心しかと受け取った。バウギアが強かったけど身代わりするとターン潰れちゃうからめちゃくちゃ自利品な戦いになっちゃったな。いやメタルボディの身代わりってすごい魅力的だけどこういうことにもなるんだな。まあそれが1枠でできるのが多分一番いいっていうことなんだろうな。そうすれば火力要員をもう1体入れてタンクは1人もう身代わり続けるようなやつがいればめっちゃ強いっていうことだもんね。なるほど、ちょっと会心とかは怖いけどね。まあでもアタックカンターあるからなアタックカンターのメタルボディっていうのがもうとんでもないことなんだろうなきっと強いけど難しかったね。ちょっと枠一つにしてえなで究極の鍵へ至る扉の的、今度こそ3つ揃ったのか。もうついに早いなここのランプが光るっていうことやでしょ。あのね、狭間の闇がどこ行ったのか分かんないけど、雪と氷の世界の英雄ダルジャンがごとく狭間の闇に立ち向かう勇士よ、その力を称え究極の鍵へと至る扉の宝玉に炎を灯さ。これでえ全部光った。お、究極の鍵へと至る扉の全ての宝玉に炎が灯った。今こそ忘却の彼方に広がる世界へ汝を誘わん。うわー、開いちゃった。真理の扉みたい。え待って、入んないで。は、嘘でしょ。あびっくりした、いきなりボス戦とかかと思ったけどそうではないのね。ここ何、どこ、でっか。あ何これ、宿り木の塔。何ここ、なんかモンスターいっぱいいるけど、えこいつら何、普通に、あ敵だ。えここはルーラできるの。あできる、なるほど、ここが最後のダンジョンっていうことなのか。うわでかすぎて上が見えねえよ。じゃあもう次回ついに最後の戦いになるのか、怖え大丈夫なのかな、わかんないけど。まあそんなわけでね、今回はこの辺で終わっておこうかなと思います。メタルボディを引き継いだバウギアがねちょっとまさかの活躍を見せましたけども、いやーなんだろうね、難しいね。2体分の枠を潰してやることではないんだろうなきっと。1枠でこれができたらベストで、さらにもう1体火力枠を編成できたらっていうとこだろうな、おそらくはな。まあそんなわけでね、今回はこの辺で終わっといて、最後明日宿り木の塔これ攻略できたらなと思うんでね、よかったら次回も見ていただけたらなと思います。ではご視聴ありがとうございました。また次回のイルルカ人生縛りでお会いいたしましょう。さよなら。